レンザー泉のフィールファイン TV、本日ですね、今日明日と、茨城県内の幽霊文字巡りということで、出てきておりまして、ただいまですね、水戸駅から1キロぐらい離れた南口の方に、南側にあるね、桜川沿いの、ビジネスホテルから、収録しております。まあいろいろと今日もね、まあハプニングはなかったですけど、ちょっとびっくりするわけでもない、ちょっと気になることがいくつもあったので、まあそれをちょっともうすでに酔っ払ってるんですが、まあちょっと報告したいと思います。はい、本日の、放送ですけども、まあ今日明日とですね、茨城県に出てきてまして、まあまず切符情報ですかね。まあ茨城県というとですね、まあ時和寺パスっていうですね、まあ茨城県内の JR 全線、ほぼ全線と、あ、つかず完全全線か。あと茨城県内の、まあ、全ての民鉄に、あと一部ね、栃木県とかはみ出してるところも含めてですね、まあ乗り降り放題っていうね、やばい切符が、まあ、ございましてですね。かつですね、まあ、3月になったらですね、これが大人の休日クラブ、会員専用割引というのがありまして、こちら使えますとですね、まあ、1650円と、いうことでして、まあ、これをですね、まあ、自宅からうまく来て、自宅に戻らないで泊まるっていう前提で考えると、JR しか使わなくても、18切符よりも安く使えるということで、まあ、今回それを使ってみたということですね。これ、まあ、いろんなテクニックを、まあ、駆使した結果ということになるんですけども、まあね、18切符だいたい2370円かくらいになってるんで、それより安ければね、まあ、18切符得ってことになるんですけども、今日どうやって来たかっていうとですね、まあ、自宅からですね、まあ、自宅の一番近い駅は錦糸町ではなくて、もう押し上げの方が近い、スカイツリーですかね。スカイツリーか500メートル、根元でこうやって降りて、降ってきたら、死ぬっていうやつなんで、まあね、押し上げが一番近いんですけども、その押し上げ駅から、まあ、京成高砂を乗り換えね、拉致街乗り換え、改札一回出てね、乗り換えても、まあ、運賃通算でございまして、で、京成唐町まで185円です。そして、そこからですね、唐町からですね、常磐線で、鳥取まで、乗りますと、これがね、IC カード乗車券で乗っても466円ということになってるんですけども、これが、で、南柏で、まあ、切符分割すると、まあ、220円で、まあ、440円になると。で、さらに、まあ、ちゃんと、それは切符分割すれば、投資でね、別に快速で乗れるんですけども、まあ、時間に余裕を持って、ちゃんと南柏で降りるとですね、まあ、これが IC 運賃で216円になります。唐町から南柏まで216円、それから南柏から鳥取まで216円ということで、432円で、まあ、鳥取まで行けてしまうと、まあ、いうことになるわけですね。まあ、普通に切符を買ったら470円だし、それから、IC の乗っても464円ということで、32円お得になると。まあ、いうことでございますね。まあ、これにその、大人の休日クラブ版の、時は一発の1650円足しますと、まあ、2300円足しないので、JR しか乗らなくても全然得と、時は一発の大人の休日クラブ歩きが素晴らしいと、まあ、いう情報がまず1点目ということになります。それですね、まあ、実際問題として、まあ、このね、空道から、水戸の方まで移動するってなると、まあ、途中ね、まあ、弥生県に寄らざるを得ないと。まあこれはね、全人民的な義務であるということでございまして、まあ、寄ってみましたが、あ、実はね、去年だかな、忘れましたけど、ちょっと前回ですね、アビコ行った時はですね、この1、2番線ホーム上にある6号店という、まあ、弥生県のね、ところが、まあ、店舗改装中ということで、まあ今回リニューアルされたということで、まあその記念として、まあ、鶏唐揚げそば3軒と、そんなメニューないですけどね。鶏が唐揚げそば2軒、に、もう1軒、唐揚げ1軒単品追加で今3軒と、いうことでございまして、まあそれを堪能させていただいたと、いうことになります。でですね、これまあ今日、初めてまあ、分かったことがいっぱいありまして、まずですね、とりあえず、スイカが使える、IC カードが、で、買えるようになったと。まあね、東日本の施策として、あらゆる売店でスイカが使えちゃいけないダメだっていうプレッシャーを、JR 東日本の資本が入ってない会社にも、まあ、強要するというですね、大家やり放題というね、プレイでございますけども、まあ、まあ、利用者が得するっていう、まあ、まさに消費者が得するっていうパターンなんですけど、まあ、それで、スイカが使えるようになったということで、まあ、そこは すごく、利用者としてにとっては嬉しいことですね。あともう一点気づいたこととしてですね、これはですね、
鶏唐揚げ2系までは普通の丼で出てくるんですが、ですね、これが鶏唐揚げ3系以上だと、一回り大きい丼に入るっていう事実で、私本日初めて知りました。というか昔やってなかったんじゃないかな、これ。多分ですね、初めて今回やったんじゃないかって気もしてるんですけど、まあ、とりあえずですね、でっかい通に入ってきて、そして蕎麦がね、ほぼ蕎麦粉の味がしない、で、なんか妙に色の薄い、しかも太麺ということで、その太麺がね、いっぱい入ってると、まあ、正直、唐揚げの大きさが目立たないというね、そういうね、デカ盛りマニアの人にとってはですね、ちょっと映えないというですね、まあ、そういう状態でもあるんですけども、まあ、私別に映えるためにやってるじゃなくて、まあね、純粋に唐揚げが最後食べたかったんだっていう、そういう心の叫びで食べさせていただいたということなので、まあまあね、まあ大きさ目立たないと仕方ないんですが、今日ですね、この唐揚げ3個入ってて、手前がまあ結構大きいから、ね、真ん中がちっちゃめと。で、その、最後の3番目、3個目に食べたのが、やたら大きくてですね、まあ、すでにですね、この動画見ていただくとわかるんですけど、手前のやや大きめののを持ってる時点で箸がプルプルしてるんですけど、3個目、一番奥のでかいのはですね、私、箸で持てませんでした。はい、もう、まあ、従って犬食いせざるを得なかったっていうですね、まあ、なかなかちょっと強烈なね、大きさでございまして、これ1個 110g 平均って言われてるので、まあね、3個食べたって1パウンドに全く足りないのでね、まあ、4個入れたらちょっとやばいだろうって言えると思うんですけど、まあ3個は、まあ普通のね、標準値の範囲内かなというふうに思っています。で、まあさすがに7分かかってお腹いっぱいというのがこの、まず、弥生県でございました。今はまあ梅のシーズンということでございまして、まあ、これは寄らなきゃいけないってことで、まあ2番目の今日のね、トピックとして、まあとりあえず偕楽園で降りてみました。偕楽園ね、営業キロが設定されてない旅客営業駅というね、臨時駅でございまして、まあいろいろ特徴がまあいっぱいあります。まずですね、上りホームがないと。まあこれはね、一応作れるスペースあるんですよ、ちゃんとね。で、過去一回ね、別のイベントとの時はですね、ちゃんと上り仮設ホーム作って営業してるんですよ。なんでこれ上りやってないのかっていうことなんですけども、多分ですね、昔は上りホームに行く踏切がなかったっていう、単にそっちじゃないかと思うんですよね、自分ね。で、今はですね、正直池がございまして、まあそこに行くね、歩道橋が高架で、オーバークロスね、乗馬してるんで、今作れると思うんですけど、もうカタカタに作ってないし、営業機能もカタカタに設定してないと、まあいうことでございまして、まあよってですね、営業機を設定しないことによって、まあ JR のね、旅客営業規則上のいろいろな問題が、まあ生じるんですけど、問題とか得意点が生じるんだけど、ですね、もう今日行ってみてびっくりしたのが、まあね、様々な旅客営業規則を逸脱した、特例というか、おそらく、内部通達が出ていて、まあ、旅客有利に扱うと。で、一般的に旅客営業規則を、内規でもって、で、旅客が不利になるような、例えば料金が増えるとかね、できることができなくなるとか、そういう変更することは絶対許されてないんだけど、逆はね、許されるんですよ。なので、まあ、それも、これも問題ないってことで、まあ、要するに旅客が有利になる扱いなんでね、問題ないと思うけど、でもそのね、ルールが公示されてる内部通達で、まあ、広くね、ユーザー、お客さんがね、乗客が、旅客が知ることができないという点で、まあ、いかがなものかと思うんですけども。まあ、今日分かったね、偕楽園関係の、まあ、特殊ルールが3つありました。まず1点目としては、あれですね、帰りどうするかですね。つまり、まあ、偕楽園駅は営業権が設定されていない駅なので、旅客営業規則では、そうすると、そこを超えた次の旅客、営業権が設定されている駅までの運賃を払えということなんで、まあ、この場合、偕楽園の次は水戸でございますから、まあ、下り線に乗ってきた人は水戸までの運賃を払えば、まあ、偕楽園に降りられるんだけど、まあ、それはいいとして、じゃあ帰りどうするのと。ね、いうことなんですけども、そんなもんね、ホームがないし、営業してないんだからね、水戸まで歩くとかね、まあ、列車の改めて乗るとか、せいやと。もちろんね、偕楽園から水戸まで乗るときは、偕楽園の手前の赤塚から水戸までの運賃っていうのは、まあ、正規のね、計算方法ですし、そこはまあ、ちゃんと守られてると思うんですけど、まあ、そういうね、形で、まあ、うち払って水戸まで行けと思うんですけど、なんとですね、特例が、おそらく内部通達で、特例が設定されていてですね、まあ、どうも、偕楽園から乗って、赤塚、伊園ね、上り線、常磐線のね、上の方面に行く人は、一旦、水戸まで乗って、それから、まあ、帰ると。おそらく、運賃は、これは水戸からの運賃になるのかなという、まあ、気がしますけども、まあ、やってみてないんで、やってみてもいいんですけどね。まあ、やってみてないので、まあ、わかんないですけど、おそらくは、まあ、規則上は水戸からの運賃を払うことによって、まあ、偕楽園、水戸間は、まあ、支払わなくても乗れると、いうね、本来だったら、明らかに、赤塚から水戸から東京、
まあ、方面っていうね、連続乗車券買わないと乗れないはずなんですけど、まあね、お客さんに有利になる、お客さんがね、払うお金が少なくなるので、まあ、それ許されてるってことだと思うんですけど、まあ、そういうライブ通達で、なんかそういう謎ルールね、快楽園駅から乗って、上り方面に行きたい人は一旦認められてて折り返すという案内がされていました。そしてですね、2点目のところ、これもちょっと結構正直びっくりしたんですけども、どうも、下り線で赤塚よりも、赤塚よりも上の寄りの駅から来て、水戸までの乗車券を持っている人が、快楽園駅で降りるとですね、なんと、ここで生産証というのが渡されてですね、まぁ、実物チラ見し、まぁ、写真撮ってくれとか、めちゃめちゃ混んでたんで言えなかったんですけど、これね、写真、撮れなかったんですけど、まぁ、その、生産証くれてですね、なんと、快楽園とか、まぁ、伊勢とかで、まぁ、観光した後に、もう一回乗ってね、水戸まで行けるらしいんですよ。どうも、その、水戸までの乗車券持ってる人は、その、原券を回収して、その、生産証を渡すと。で、その生産証でなぜか、快楽園から水戸まで乗れてしまうらしいんですね。で、多分そういうことで先に乗る人はちゃんと赤塚から離れなきゃいけないっていうルートだと思うんですけど、これ冷静に考えると、これもうめちゃめちゃおかしくてですね、もうた、途中下車できる切符かどうか原件が限らず、要するにこれ実質快楽園での途中下車を認めてるだけですよね。ということで、もうもちろんね、旅客有利な扱いなので、もう問題はないんですけども、まあ、なんかすごくしっくり来ないなと、まあ、いうことが、まあ、言えると思いました。あと、まあ、ね、同様の規則で、逆にね、水戸よりも、水戸及び水戸よりも北から快楽園まで乗りたい人が、どうやら赤塚までの切符を買うと、赤塚からま、まで乗って、そこから折り返して快楽園で降りても、その赤塚快楽園間の、うんちは取られない。まあ、要するに赤塚水戸間ですけど、のうんちは取られないという扱いがされているようでございまして、まあ、本日その3つの特例に、ま、気がついてしまったということで、もちろんね、旅客有利な扱いなので、持ったらないんじゃないんですけども、ちゃんとね、この乗車券のルールは、ちゃんと約款としてね、決めてほしいなと。快楽に営業記録がないってことと、それからともう一つ、その、オーリフォームがないってことと、この2点によって、まあ、こういう問題が生じているということなので、まあ、正直のオーリフォーム作った場合はいいんじゃないかって気もするけど、まあね、この扱いに誰も一般、大衆のほとんどが文句言わなきゃば、別にこのまま行くんでしょうけどね。まあ、ちょっと規則オタとしては、ちょっと、なんとなく釈然としないものは、まあ、感じざるを得ない。まあ、いうことでございますね。で、まあ、それは、そんなオタのね、こだわりはどうでもよい、まあ、一般のね、ピープルはですね、もうめちゃめちゃ今日混んでました。本当に。やばいくらい混んでましたね。乗る人も多いし、降りる人も多いみたいな感じで、さすがだと思いました。で、まあ、こんな、レアものも、動いてましたよ。これですね、毎年、なんかこの時期にね、周遊観光バスとして運行されてるんですけど、三重交通っていうか出ててですね、なんのこっちゃったらしいんですけど、まあ、調べた結果、ところ分かったんですけども、これ三重交通の、もともとね、経営で動いてたボンネットが1966年に製造らしいんですけど、まあ、それをね、退役した後に、マニアの人が作ってる、まあ、NPO 法人にこれを買い取って、で、それをですね、茨城県のバス会社がレスターして、それで走るようにしたと。いうことで、まあ、胴体保存をしているということのようで、まあ、で、当然ね、そうすると、マニア的なこだわりとして、当然、塗装は元に戻すと。つまり、三重交通って書いてあると、まあ、いうことでね。まあ、非常に面白いなと思いました。で、本当に、ね、ドア手動なんですけど、本当に手動のドアのバスって、私も、かすかに記憶あるぐらいでね、もう、徳内は自分も物心ついて乗ってるバスはないんですよね。車掌さんが乗ってたって記憶は、京成バスに、かろうじてあるんですけど、2、3歳ぐらいと思うんですけど。まあもうね、そこから先はもうね、車掌さんいなくなっちゃったんで。というね、まあ懐かしく思ったっていうのはありますね。まあボンネットバスは私別に子供の時見たことないですよ。ね。もうすでに観光シーンでしか見られない存在になってましたけど、私は53歳の人間でもそうなので、ねえ、なかなか今ボンネットバスを知ってたっていう方でね、YouTube なんか見てる人はあんまりいないと思うんですけど、まあまあまあ、ということで、まあちょっとね、今日はそういうのを楽しめたなと思いました。はい、そして、今日その後ですね、幽霊文字行ってきました。日立駅で降りて、思いっきりですね、バスのダイヤを間違えて平日を見てしまっていて、バスで奥だと思ったけど、できなくてですね、まあ、仕方なく、2.6 キロ歩いていったということで、また来たところが、まあ、くぬぎ平と、
いうバス停がございます。あと、公民館があるということでね。で、このクヌギ、木偏に国と書くんですけども、まあ、クヌギっていう字は一般的にはこんな書き方をしないので、まあ、こんな書き方がないので、まあ、なのになぜか実在に水準に入っていて、それで、まあ、こんな文字は実在しないと、まあ、幽霊文字であると言われて、でも実際に存在したっていうことになるんですけど、今の話はすごく大雑把で、実際にいろいろものすごく複雑なんですね。で、まあ、SNS とかではね、まあ、明日改めて報告しますって言ったんですけども、動画ではもう今日言っちゃいましょう。まあ、どういうことかというとですね、まあ、実際に、この、木偏に国って書いてある、まあ、地名がですね、まあ、実第二水準の、収録された漢字の出元の一つである国土行政区画総覧に、まあ、二つだけ出ています。で、それはどこかというとですね、まあ、これ明日行くんですけれども、ね、日立第五、第五町ですね、水郡線の、駅になりますけども、その第五町にですね、まあ、二つほど、これを含んだ、土地があると、いうことなんですけども、なんとですね、国土行政区画総覧では、この国って字は旧字体なんですね。あの、中が玉じゃなくて、玉じゃなくて、中があの、なんかよくわかんないな、なんかこんな字ですよ。ね、いうのが入ってて、まあ、これはあの、明らかにですね、まあ、要するに元々国って日本国とかの国っていう字は、まあ、昔その難しい字だったのが、戦後ね、略字体作って、まあ、今のね、まあ、その常用漢字では、玉になってるんですけども、まさにそれに木をつけただけのこのくぬぎっていう漢字に関して言うと、まさにその、古い方の国っていうね、のが、まあ、国土行政区画総覧に出てたのに、実第二水準に収録するときに、これなぜかですね、今の感じになってしまったということで、これは本当にガチ幽霊ではないかっていう、まあ、このようになりかねないんですけども、まあ、実際にはですね、その国土行政区画総覧に出ていない、まあ、これはあの、去年の11月行ったんですけども、まあ、徳島県にね、鳴門市に、まあ、くぬぎ、この字をね、含んでいる土地がありました。それはですね、この鳴門市の、国に原と、ね、このくぬぎって書いて、原っぱの原って書いて、こう国に原ってにって読むんですけど、まあ、この土地はですね、国土行政区画総覧に出てないんですけども、まあ、あの、鳴門市のね、担当者に、ご担当者様によると、これはもう昔から、もう国の字は、簡単な国の字だと。いうことなので、つまりこれはねじれて話で、国土行政区画総覧には旧字体の国っていう字が旧字体の字の、地名はあったと。で、それをもとに実際に水準に収録されるときになぜかこれが国の字が、現代の国の字略字体になってしまったと、いうことなんですが、実は、まあ、もう一回ねじれて実際にその略字体の字があのあざがね、そういうあの土地の名前が存在していたということで、まあ最終的に幽霊ではないことは間違いないんだけども、実は、まあ実第二水準収録時にはちょっとね、エラーが起こっていたことは間違いないと、まあいうことでございまして、で、そのですね、第五町のそのくぬぎっていう字がまあ旧字体だったということなんですけども、まあ今日行ってきたところね、くぬぎ平というところも、これまあ元々ね、あの日立市っていうのは元々日立村っていうところで、まあ、これもねちょっとあの地名マニア的にはすごく面白くって、まあ、現在の日立市の半分は日立村なんですけども、でも今の日立市が日立市って名前なら日立製作所から取られていて、もう企業名から市の名前になっていて、なんじゃこってやった話なんですけども、まあ、それはね、機会を改めて、あんのか機会がっていうのがあるんですけども、まあ、お届けしたいと思いまして、まあ、とりあえずですね、その日立村の、昔のね、明治時代の本を見てみると、やっぱりこのくぬぎ平のね、くぬぎって字がですね、ちゃんと旧字体なんですね。まあ、当たり前ですよ。昔はすぐに旧字体なんだから。だから逆にね、その鳴門市の方がどうだったかっていうのは、昔どうだったかって、むしろ興味があるところなんだけども、まあ、いずれにせよですね、まあ、他にもね、あの、この、木偏に国って書くね、くぬぎっていう、で、書いてくぬぎって読む字はね、茨城県に何個かありまして、どうもこの字はですね、この旧字体の方のね、国が旧字体の方のくぬぎっていう字、まあ、実際、第三水準に入ってるんですけど、まあ、これはですね、どうも茨城県の地域文字じゃないかと、いう可能性が非常に濃厚であるということが言えると思います。まあ、で、行ってきまして、まあ、あの、そのね、バス停は、まあ、当然あるとして、バス停があるんで行ったんですね。こう、まあ、自分の、その、幽霊文字のね、地名訪問ルールとして、バス停に使われてたら全部行くっていうルールにしていて、バス停とかないけど地名があったってところに関しては、笹原博之先生が、その、幽霊文字は、幽霊じゃなかったっていうことを証明した論文に出ている、その証拠として挙げられてる、そっちは全部訪問するというルールになってるんですけど、まあ、ここはね、バス停があるってんで行ってみたんですけども、まあ、実際に、そのね、バス停の向かいにですね、思いっきり、公民館がありまして、ね、くぬぎ平公民館と、
バッチリバーンとこうね、もうデカデカと書いてあってです。まあ、今ね、住居表示が変更されているので、ここ全然違う町名になって、くぬぎ平という町名は消滅してるんですけど、まあ、ちゃんと残っていて嬉しかったんですが、こちら入ってみたらですね、まあ、防災のヘルメットが、まあ、かけられてまして、見たらですね、国手市の木片が、ない。ない。前ありましたね。1月に行ったの、富士ヌタっていうね、山梨県の地域文字ヌタ、代表の台の下に土って書いて、ヌタって字がありますけども、このね、ヌタっていう、その富士ヌタもね、富士ヌタのヌタがひらがなで、テプラでは書かれていたんですけど、まあ、このね、くぬぎ平に関しても、まあ、国手市が、まあ、起源がどっか行ってしまったということで、多分ですね、おそらくこれはテプラの貧弱な、かな感じ変換で、せっかく第二水準に入ってんだから、絶対テプラで打てるはずなのに、今それをね、読みがわからなかったので、多分変換ができなかったっていうですね。この、悲しすぎるんですね。この、やるせない現状という、こう、まじまじとこうね、現場でか、現地で感じてしまったということで、ちょっとびっくりしたというところでございます。はい、そしてですね、まあ、その、くぬぎ平、まあ、日立市なんで、アプローチ、まあ、帰りはね、まあ、バスで帰ってきたんですけども、このアプローチは、まあ、当然、常磐線の日立駅を使ったんですけども、まあ、一つ日立駅行ってびっくりしたんですけど、あれ？なんか駅から、教授の駅舎が普通に太平洋がドーン、デーンと見えるんですけどっていうね。まあ、非常に、まあ、びっくりしたんですけど、冷静に考えてですね、私、これ2012年降りてるんですけども、まあ、夜だったんですね。夜で、まあ、ちょっと海に気づきづらいという状況だった上に、なんとですね、まあ、そこ契約社員の若いですね、キンさんが、途中下車で降りようとして、まあ、途中下車してさせてくれって言ったら、できないっていう、まあ、たまにあるんで扱いですけど、まあ、明らかに規則違反ね、お前はそのお客さんとの契約を守んないのかと、いうですね。まあまあ、激怒案件が発生して、まあそう説明したら降らせてくれることになったんだけど、ではそのままお降りくださいって言われてですね、途中下車になんかおさらいみたいなこと言われて、なんで途中下車に押してくんないんですかって言っても、わけのわかんないことしか言わないんですよ。まあ、多分ですね、まあ、要するにこっちはクレーマーだと思われたまんでしょうけど、おそらくなんか適当にぬらりくらりやって、ごまかそうとしたんじゃないかと思うんですけど、まあ、こちらはですね、クレーマー、まあ、クレーマー見えるかもしれないですけど、まあ、言い方はそんなにね、別に内心激怒してるけど、そんなに怒って言ってないと思うんですけど、たかたかたと思いたいんですけども、まあ、正直言って私は別にその方ね、相手を容赦することは一切しないので、ロジック上はね、言い方、今の言い方とか口調はまあまあ、そうじゃないにしても、ロジックで絶対にそのことを容赦しないんで、まあ言ったら、まあ、ベテランさんが出てきて申し訳ありませんでしたと、途中下車できますし、まあ、応援いたしますということで、まあ、押していただいたということで、まあ、まあ、言われたんですけども、そんな騒動があったために、まあ、海があるってことを全く気づかなかったと、まあ、こういうことでございまして、まあ、今日初めてね、このオーシャンビューにびっくりしたということですね。そしてもちろんね、その日立村っていうね、まあ、その、くぬぎ平の近くなんですけども、に、まあ、日立鉱山とかあって、まあ、それはその日立村にあったから日立鉱山っていう名前がついて、で、その日立鉱山っていう名前から、まあ、その日立製作所っていう名前がついたわけでございまして、まあ、つまり要するに貨物扱いがね、今もあるという、まあ、ことなんですけども、まあ、その名残としてね、ヤードが広くあって、コンテナが置いてあって、みたいな、まあね、そういう光景もちょっとね、撮りながらその橋上駅舎になってるんで、動くほどまでできてて、すごい立派になってまして、それでこの動くことパーンと通っていくと、そのままこう海に向かって、パーンとこう一望できるっていう、まあ、動画もね、ちょっと作って、まあ、今流してますけど、こういうことになってですね、まあ、結構ちょっと感動したなと。で、この一番見えやすいところにカフェが入っててですね、まあ、そこそこお高い料金で、昼はカフェ、夜はちゃんとね、カフェバー的な営業をしているようなので、さすがですと。まあ、そういうところはちゃんとね、まあ、お金を払える人から取るってことですし、悪くないと、施策だと思いますので、まあ、これまでね、ぜひ、皆さん来てみて、お金のある方はぜひそこのカフェバーで、夜景を楽しみ、夜景とか、昼間のね、海の景色を楽しんでいただきたいと、まあ、思う次第でございます。そしてですね、まあ、ちょっと前後しますけども、こう、バスね、まあ、行きは、本当は往復バスの予定が、まあ、ダリア間違って乗れなかったんですけど、まあ、帰り乗ってきまして、まあ、ね、くぬぎ平バス停から、日立駅中央口バス停まで乗ったということなんですけども、まあ、いわゆる日立電ですね、昔その大三角からね、日立大田までこう走ってた、やつですよね。まあ、そういうその、まあ、配信だったと、まあ、戸籍入った配信だったんですけど、まあ、そのね、まあ、そのバス会社です。まあ、今は道のりホールディングスでしたっけ。
の、になってますけども、まあ、そのね、日立電鉄交通サービスバス、これはですね、実は整理券が IC カードになっているということで、まあ、あらかじめ聞いてたんですけど、結構実物見るとびっくりしますよね、やっぱね。ヒュッてこう出てくるのか、まあ、ペラペラの乾電池ではなくてですね、そこそこ硬いですね、この、ここに出ている。この、IC カードが出てくるっていうね。で、しかもですね、降りるときめっちゃ戸惑ったんですけども、まあ、こう、普通の運賃箱なんですよ、どう見ても。で、運賃箱に、これ入れるの何かあんのと思ったんですよ。さすがフェリカたまにはソニーを褒めたい。あのね、ちゃんと、要するに非接触カードであるっていうメリットで、ちゃんとこの箱にペン投入すると、すぐそこにセンサーがあって、ちゃんと何円で出るんですよね。これは便利だと。もちろんね、例えば日立おでん鉄道は今二次元バーコードの整理券で、入れるとちゃんとその運賃取ったかどうかちゃんとチェックするって、そこまでインテリジェンスやってるけど、まあ、そこまではね、この、日立電鉄交通サービスパスには実装されてないんですけども、まあ、だからまあ、要するにまあ、それであとは信用で入れるだけなんですけどね、そこは従来のパスと一緒なんだけど、まあでもね、そのペッて出てってこう、あ、未来だと、未来現在ですけど、まあ、ちょっと思ってしまったなというのも報告したいと思います。そしてですね、まあ、戻ってきまして、水戸戻ってきて、まあ、今日ちょっとね、本当だったら別に飲んだ後でも、自宅帰れるし、明日のね、工程、まあ、山登り、軽登山するんですけど、まあ、それもね、含めて、まあ、自宅で一番電車で出れば間に合うんですけど、まあ、ちょっと今、腰が痛いというのはまだ継続していて、まあ、ちょっとね、後半パスパッと買ったらだいぶ改善されたんだけど、まだ乗ってないっていうね、ちょっと痛みがあるので、いうことで、ちょっと無理しないで今日はちょっと奮発して、まあ、ピチも止まったんですけども、ね、まあ、それ全然さっき言った節約ずつ全部吹っ飛んでんだけど、まあ、いいんですよ、それは。ね、東京ジパスは特急も乗れるんですから、まあ、それはいいとして、まあ、ということで止まった上で、まあ、荷物を置いて、また駅前戻って、正月にね、元日に行った天満さ、水戸駅前にね、ある天満さというところで納豆料理食おうと。いうことで、まあ、行ってきたんですけども、なんとですね、まあ、元日もね、まあ、ちょっとこの動画で喋ってないんですけども、居酒屋天満さっていうのと、食べ所飲み所居酒屋、天満さっていう、まあ、2店舗ね、隣接してあるんですけど、まあ、その居酒屋天満さの方ね、席数が多い方は、満席ですと言われて、まあ、入れず、食べ所飲み所天満さの方は、まあ、行ってみたら、まあ、ギリギリ入れたんですが、まあ、それもね、まあ、今日閉店早いんで、まあ、元日だから当たり前ですね、まあ、いうことで、まあ、そこで堪能したってことで、まあ、正直、まだ、2ヶ月、仕方ってないということなんですけども、今日行ったらですね、どっちも満席というですね、地獄のようなっていう、まあ、私は別に刺身食いに来たねって納豆食いに来たんだよとこういうことでですね、ちょっとみたいになったんですけども、まあ、両方満室だってことで、ちょっと待ち合いですね、その待ち行列に椅子があるところの、まあ、居酒屋天満さに戻りまして、まあ、一応ね30分並んだらまあね、まあ、5時45分にまあ、19時までだったら大丈夫ですと。言われなんで、まあ、しょうがないんでね、まあ、これ頑張って飲もうということで、まあ、それで、入りましたということでございまして、まあ、それで、まあ、まず、突き出しがですね、まあ、生ウェイして、突き出しに出てきたのが、まあ、ね、さつま揚げとね、それから、ひじきはまあ普通なんですけども、これね、これ手前の芋、これね、さつまいもなんですね。で、このさつまいもなんと塩味ということで、正直私ですね、まあ、別にね、芋けんぴとかはね、それは塩かかってるけど、まあ、甘いじゃないですか。正直、塩メインでさつまいもを食わせるという、食べさせるという料理は、今日、人生53年生きてきても初体験だったということでございまして、ここは非常に美味しくてですね、で、実は茨城県って、さつまいもの生産で全国2位ですね、都道府県別でね、いうことになってまして、まあ、それも含めてね、ちょっと感心しながらちょっといただいたということですね。はい。そして、まあ、納豆オムレツという定番なんですけど、これがですね、私この居酒屋天満さの方っていうのは、母と大昔に、まあ、あれですね、311なんです。東日本大震災があった直後にね、まあ、天満さで、水戸に泊まってね、日立海浜公園行ってるんですけど、お花見に行ったんだけど、まあ、その時にね、まあ、天満背負ったんですけど、その時はね、ケチャップの洋風のオムレツだったんですね。ところがですね、まあ、今年の元日に、その食べどころ飲みどころ天満さの方に行ったらですね、なんと和風あんかけになっていたということで、変わったんだと思ってて、まあ、今日頼んでみたら全く変わってなかったってことで、つまりどうも、ね、これ同じ、当然店名同じなんで、同じ会社が経営してる2店舗なんだけども、メニュー違うってことですよね、これね。まあ、実際にですね、その元日に飲んだ、その、茨城県産の芋焼酎っていうのもなかったですし、こっちのね、居酒屋店員さんなかったですし、まあその、納豆オムレツの、出し、上にかかってるトッピングじゃねえね。まあ、味付けが、ケチャップと、それからその、和風あんかけっていうね、違うんですよ。
ね。ということで今日分かったっていうだけでもちょっと言った価値があったと思っています。で、まあ、正直ですね、和風あんかけに納豆オムレツ合うに決まっててですね、まあ、正直面白みはないと。でも、正直ですね、ケチャップと納豆、まあ、これかける人いるみたいですけど、実際に。正直ですね、納豆の風味が際立つだけであって、もういいぞ持ってやれと、いうことでございましても、非常に私は、ケチャップの方が好きだなというふうに、思った次第ですね。納豆苦手な人は絶対無理だと思いますよ、これ。正直に納豆の風味がめちゃめちゃ目立ちます。ということなので、まあ、これ納豆ファン向けの、まあ、一品だと思いました。はい。それからですね、あと頼んだものとしては、納豆の、かき揚げと磯辺揚げですね。はい。で、まあ、これまで、この二つとも、この過去2回頼んでないメニューということで頼んだんですけども、まず磯辺揚げの方ですけども、これはちょっとね、まあ、美味しいんですけど、まあ、ちょっと、まあ、次はないかなと思いました。というのはですね、これ、海苔と納豆があんまり合わないね。まあ、まあ、合うんですけど、そのベストマッチとかじゃないし、割と納豆買っちゃってるんですね。で、こう、海苔は何のためにやるんだろうっていうのをちょっと頭の中にちょっと疑問が浮かんでしまったので、まぁ、あ、ちょっとですね、この、ちょっと、磯辺揚げはちょっと次はないかなと思います。で、一方で、かき揚げなんですけど、なんとこう、刻んだ大葉と納豆しか入ってないっていうですね、この潔すぎがすごいだろうっていう話なんですけど、まぁ、あ、これは非常に良かったですね。あと小麦粉の量、要するに衣の量で、あと、要するに、衣と大葉と納豆だけなんですよ。もうね、これもう、良かったですね。納豆をいっぱい食べられましたし、やっぱりこの天つゆね、磯辺揚げの方は、まあ、からし醤油で、その、かき揚げの方はね、天つゆ、天ぷらの天つゆとかになってるんですけども、まあね、それぞれ、それぞれに合った味って、さすが考えられてるなって感じなんですけど、まあちょっとかき揚げはですね、ちょっとぜひ一回お試しいただきたい。まあ小麦粉の量も多いので、油めちゃめちゃ吸ってますので、まあ超ヘルシーじゃない、超アンチヘルシーってことですけども、油は正義でございますので、非常に良かったというふうに思っています。でですね、それからその後、まあ今日はね、刺身、お刺身を頼んでみましたので、一応、お刺身って言います。魚ね、魚系で、まあ当然、まあ茨城なんでね、まあ、あんこを頼んだと。いうことで、あと、今日のおすすめということで、まあ、ホヤポン酢と、まあ、ホッキー刺しという頼みました。で、まあ、あん肝、まあ、うまいに決まってるとか、もうめちゃめちゃ量出てるんで、まあ、ちゃんとね、別にめちゃめちゃ美味しいわけじゃないんですけど、まあ、普通に美味しいと。ちゃんとあん肝に求める、観光客があん肝に求めることはちゃんと満たしていて、濃厚でお酒進むくんで、という感じでございまして、まあ、これは別に、まあ、別かもなく、かもなくなんだけど、まあ、あん肝自体が美味しいので、いいでしょうと。いう感じでございました。それから、ホヤポン酢は、そもそも、茨城でホヤ取れるのかなっていう、取れると思うんですけど、漁獲してるのかなっていうのがちょっと疑問に思ったんですけど、まあ、なんかおそらくね、まあ、宮城からまあ、養殖も入れるんじゃないかって気もするんですけど、まあ、でもね、まあ、普通に美味しくいただきました。あ、まあね、ホヤっていうとね、甘みと酸味と、塩味と、苦味ってね、全部揃ってるってね、その全部揃ってる感もすごくよく出てましたし、非常に食べやすくいただきましたということでございます。そしてですね、ホッキですね。まあ、ホッキって言うとね、まあ、当然その、私がそのね、先日配信したね、去年10月の北海道でも、ホッキ、トラコヤホッキみたいに暴れたと思うんですけど、まあ、実際にはホッキはですね、茨城県が南限ですね、漁獲できる南限となってて、実際に茨城県とか福島県の浜通りでは普通に食べられてる貝なんですね。ということなので、まあ、刺しがちゃんといただけるというのは、まあ、当然のことでございまして、まあ、正直、苫小牧でね、去年10月に食べた、刺身よりは鮮度は良かったでございます。はい。ということで、まあ味はね、いつものホッキの味ということでございまして、まあ楽しめましたと。そしてまあ締めですね、まあ80分しかいられ、まあ5分延長して、80分しかいられなかったんで、もうイケイケでもうバンバンもう前のめりに頼んだんですけど、まあ、締めはね、納豆チャーハンということで、まあいつも粘り丼に、過去2回粘り丼をいただいてたので、まあ今日は納豆チャーハンということで、食べましたけど、これがですね、卵が使われてないってですね、まあ一般的にね、チャーハンっていうのは卵で米粒をコーティングして、油の量をそんな使わなくてもベトつかないっていうパラパラにできるっていうのがまあチャーハンだと思うんだけど、卵を使ってないということで、まあ代わりにね、シラス、まあ茨城県シラスいっぱい取れるんで、シラスが入ってるんですけど、まあ代わりじゃないんですね。シラスで米粒コーティングできないんで、まあ代わりになってないっていうことで、まあ今の代わりにっていうのは明らかに不適切な日本語だってことで申し訳ございませんでした。お詫びして撤回いたします。はい、代わりにではなく、要するに卵が入ってなくて納豆とマシラスが入ってる
まあ、いうことでございましたけど、めちゃめちゃ塩味濃くてですね、これはあの、締めっていうよりはどっちかっていうと、4人5人で来て一皿頼んで、つまみだろうっていう、まあ、感じも正直しました。なんですけども、まあ、これも締めてしまったということで、まあ、やばったなと思いました。で、忘れてましたけど、日本酒3合飲みましたね。一応、まあ、さっき言ったように、食べどころ飲みどころ天満さんにはね、茨城さんの芋焼酎がね、あったんですけども、まあ、それが、こちらの居酒屋天満さんにはなかったので、まあ、日本酒ということにしまして、まあ、霧つくば、つくばの地酒ですね。あと、十王蔵っていうね、十王って、まあ、これ日立市ですね。今日見た日立市の、まあ、蔵っていうことなんですけども、まあ、どちらも純米酒です。で、霧つくばの方は、まあ、淡麗辛口ですね。まあ、めっちゃスッキリなんだけど、やっぱりね、純米酒なんで最後ちょっと米の味が来るっていう感じでした。それからと、十王蔵の方は、まあ、これはなんかよくわかんない企業に買収されて、それで今も酒造りやってるって、ちょっと よくわかんない、あまりちょっと生なこと言えないんですけど、まあ、まあ、こちらの方がどっちかっていうと私好みでしたね。まあ、淡麗と濃醇の間ぐらいで、まあ、ちょっと辛口、ちょっと甘口っていう感じでね、ちゃんと濃厚に米の味もしましたし、まあ、こちらをま、2号飲んだと。いうことで、まあ、今日3号と中縄一杯ということでね、あんまり飲んでないので、まあ、とりあえず、飲み足りないのに、19時過ぎに追い出されたので、まあ、とりあえずこれ編集しながら飲もうと、まあ、とりあえずね、ローソンで買ったものがここになったりすると、いうことになってございます。あるわけでございます。はい、いかがでしたでしょうか。今日本日、過去最長となる最後にしまして、こんなの誰が最後まで見るんだって話もありますけども、まあ、ちょっとね、酔っ払って興奮してしまいました。いうことで、まあ、今日はこれを編集してね、アップしたら、まあ、明日も朝から動こうと思ってます。明日はですね、一応、ケイトタニーか、日本を挟んでまして、まあ、幽霊文字巡りメインで、まあ、食レポはない感じなんですけども、一応、帰宅後にね、またアップロードして報告したいと思っています。まあ、いろいろと、何かリクエストがありましたら、ぜひ、インスタのコメント欄でお寄せいただきたいと思います。明日もまたご視聴ください。よろしくお願いします。